静寂ですか。元彼の曲これやから桜坂のリアクションやめられへんねんな。本屋に行ったらなぜかめちゃめちゃトイレに行きたくなる現象に名前つけたい。どうも、チカラ君のチカです。ヤスケです。お願いします。わからん。俺だけこれ。それはわからん。俺いつも本屋行って本選んでる時とか割と入ってすぐめちゃめちゃトイレ行きたくなる。トイレと本屋間違えてんじゃん。ちゃほんまにそういうのじゃないのよ。ほんまにトイレ行きたくて本屋に行くわけじゃないのそういうのじゃなくて本の匂いを嗅いだら割としたくならん。いやー、わからん。これ同じ人絶対いると思うんですよ。言ったらコメント欲しいですね。いや、ほんまに。なんか多分その、本の匂いの安心しておまた緩むのか。わかんないですけど、もしも僕と同じ現象を持ってる方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄の方でコメントお待ちしてますでして。お待ちしてるでして。ってな感じで始まったわけでございますけれども、はい。本日はですね、まあ、あちらのグループの、まあ、すごいね、遅くはなってしまったんですけれども、ちょっとね、とても気になる。うん、まあ、僕からしてはちょっと余計に、そうね、気になる曲が、どうしても見たい曲があるということで、涼介早速発表、お願いします。桜坂46、本質的なこと、ミュージックビデオバトル。はいということで、はい、本質的なことということで、難しいね。どういう意味？上辺ではなく。ああ、だから、ちょっと、厳しそうに見える先生も実は一番愛があった的な。そう、中をしっかり見ればあるよみたいな。あの人に言ってたことっていうのはこの何年か先にそういうことやったんかっていうふうに分かったっていうこと。いや、それ見ないとね。それ見ないとちょっと分からないんですけれども、まあね、ちょっと僕は3期生ライブの方にチカログで一緒に見させていただいた後にですね、まあ3期生の中の推しということで、エンリコちゃんと山下しずきちゃんの名前を発表させていただいたんですけれども、はい、記念すべき初センター、エンリコちゃんセンターということで、素晴らしい。サムネがバブイ。赤ちゃんなんや。サムネがバブイ。あれはバブイね。ほんまに、マジで。んじゃないのよ。そう。んじゃないのよってずっと、まあみんな我慢してて、うん、まあ今は僕たち地獄的なね、あの制作期間なので、だいぶ見るのは遅くなったんですけれども、バディーズの皆さんと、あの、見たいなということで、今のこのタイミングでのリアクションということで、はい、まあ、こう世界観的にさ、エンリコちゃんはバブイけど、はい、雰囲気としてはなんかこうグレーというか、なんかこう、そんなにポジティブな雰囲気はサムネイルの中では、まあ、ちょっと薄暗い感じやもんな。そう、感じられへん。うん、うん。これはこう、どういう風な雰囲気だと思う？結構、えぐってくる感じかな。その、普通の人やったら、そこ疲れたくない。そう。ああ、歌詞で。うん。うわあ、わかるわ。だから、次だ、一般的な、見なければいけないけど見たくないもの。はい。わざと見ないものを見ろよって言ってくるかもしれん。突きつけてくる。そう。こういう事実を。こうなんやろ、ほんまはみたいな。あの、だから俺が健康診断行って、俺はずっと170センチ身長があると思ってます、はいはい、168.4 っていう現実をこう、はい、見せられたみたいな。170ないんやでっていう。マジでやろ、ほんまショックやね、それ。死者誤入して 169.5 やったらさ、死者誤入したら170やん。でも、死者誤入して170ですって言ってるやつに対して、いや、あなたは 169.5 ですよっていう。70ないですよって。マジでほんまショックやったからな。お前、未だ俺信じてない。なんでやねん。俺はマジで今自分が A 型っていうことと、身長170ないことを信じてない。いや、全然自分のこと知らんよ。B 型で170ある思ってるから。ま、誰ほんまに。ということで話戻すんですけれども、はい、とにもかくにも僕の推しでもあるエンリコちゃんの初センター曲でもある、3期生楽曲ですね、うん。こちらは。本質的なことがどのような世界観になっているのかというのをですね、バディーズの皆さんと共に心躍らせながら見ていきたいなと思います、はい、それでいきましょう。よろしくどうぞ。チカログ。それでは見ていきましょう。オープンザ PC ということで、さあ、まあ男は身長じゃないんですよ。やっぱり心の広さ、器の深さ、言い方がダサいな。そこに男の本質的なことが詰まってると思うんですよ。選挙イヤホンでございます。あんまりいや、自分で言うててダサい。自分で言うててダサいな、ほんまに。そこで本質的なことをかけれた自分のことは褒めたい。それでは見ていきましょう。桜塚46、本質的なこと。一度目のリアクションしていきたいなと思います。
ポチッと。なこんなにでかいな。こんなに大きいな。すごい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 。エンリコ降臨して何登ってんの、かき分けてるな。無音。静寂ですか、無音や。お、かっこいい今の出し方。うわ、チキン肌。ここでメールじゃないとこにさ、時代を感じひん。確かに。LINE っていうところに。怪我ですか？メイドさんみたいな感じだな、なんか。こう、使われているミーみたいな感じなのかな、うん、バブいて。なんか問いかけてる感じやな。うん、あんな別れ方って恋人のことかな？恋愛曲やな。なあ、割とな。高っ！身長差すごっ。おー、うわー、コンセプトと。コンセプトだな、今まで読めへんからね、うん。でもこれは絶対異性の歌ちゃう？うん。振りかわいい。元彼の曲？うわ、いや、いいね、かわいい。手話入ってますね、うん、うわー、この衣装めっちゃ三期生に似合ってる、うんうん、でこのエンリコちゃんだけこういうね、あの顔に巻いてんのがよりこう主役感あるな。そうやね、まだ愛は続いてる。すごい愛の深さについて、うんうん、不思議に思える。うわー、すごい。俺な、このメロディー好きやわ。うわー、同じ表裏一体みたいな。だってこれエンディコ対エンディコやろ、もともとはこっち側の、うん、なるほど。華やかな時代とか、うん、思い出みたいな感じなんかな、これ。あの頃の彼と別れて聞いた。誰目線や、赤は誰目線や。今のターンすごい。実は好きやったその人らが別れたみたいな、片思いの。荒れてる荒れてる。こんなにこれやから桜坂のリアクションやめられへんねんな。こう探す、うん、頭使うからっていうこの過程が楽しいやん。エンリコの悲しそうな顔ってめっちゃ泣きそうになる。見たくないねんな、推しの悲しい顔は。わあ、今のこんなぎめっちゃいい表現してたな。今のこの身長差生かした構成めっちゃいいな。ほら、めっちゃ見える。ガタこうなってるね、うん、うわ、これライブで見たら面白そう。おお、ここでエンリコフェイドイン、抜くぞ。うわー、いい見せ方。なんだか、かわいいな。かわいい。わー、え、ダンスもめちゃめちゃいいわ、うん、その荒ぶるところが一切ないな。これでも今回ほんまにエンリコやな。うん、そうね、ほんまにいい意味で周りが自己主張がない、うん、ほんまにエンリコだけに目が行く作品になってる。スカート使うの面白い。だからこの歌がないところのメロディーがめっちゃ好き。うんうんうん、わかる。どういう感情？うわ、指の怪我は。なあ、気になるよね、そういうところも。最後やったんや、これ。なんで全員で去っていくの？カバン持ってるってこと出てるな。なんかさ、アニメとかで使われそうな曲よな。なんか。うん。なんか、そのアニメのよくあるパターンやけどさ、うん、貴族から裏切られ没落して、はい、で、まあ、メイドやったり平民に落とされて、そっから逆襲するみたいなアニメってよくあるやん。逆襲、復讐。そうそう。ね。成り上がっていくみたいな。なんかそんな感じがした。なるほどな。りょうすけ途中で誰の、誰目線みたいな言うてたやん。うんうん、ほんまにその誰のどこ目線なんやろっ
っていうところを、せやな、俺は見つけたいな、せやな、見つけたいな。俺がパッと見途中で思ったことは、うん、まあ俺が近くやったとして、はい、まあ凌介のことが好きやと、はい、だ凌介は第三者と付き合ってる、はいはい、その子と別れました、はい、近くはでも凌介のことが好きやから、はい、あの人がいい日にあなたは大丈夫なの、頑張れんのっていう、あ、好きやけどってことね。好きやけど私はそういう立場じゃないから、うんうん、私が優しくしていいのかなとか、私が愛を与えていいのかな、うんうん、このポジションでっていうのがメイド。あ、なるほどね、うん、貴族がいるわけや、うん、使える人がいるわけ、そうやね、それが。で、あなたは愛に飢えてないのとか、うん、頑張れんのみたいなっていう風な目線なんかなって途中で思って、俺は。おうおうおう、そう、難しいよな、楽しいな。本質的なことっていうタイトルにまた難しいつながり方や、そうやな。だから優しいって言われているものが実は優しくなかったり、うんうんうん、その人がほんまに独り立ちできるようにあえて強い言葉、はいはいはい、あえて突き放す、うん、あえてその人から離れる、はい、っていうのが結果何年後かにとってあの人にが独り立ちできるっていうきっかけになるかもしれない。せや、先に分かるやつね。最後があなたならいけるよねっていうような振り向き方というか、ああもう私いなくても大丈夫、そう、ああなるほどな、みたいな感じにも思えなくもないな。エンリコの立場からすれば好きやけど離れてるから明るい表情ではないよな。そう、そう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 、そういうこと、そういうこと。なるほどね。はい。まあ、喋ってても、ラチ開かないんで。ただの想像やな、今。そう、それすらも楽しんでもらえたら嬉しいんやけど、一旦ね、二度目のリアクションで気になったところをね、ゆっくり見ていきましょう。はい、ということで。はい。それでは改めまして、二度目の解説というか、リアクションというか、深掘り、リアクションしていきたいなと思います。ポチッと。無音やねんけどっていうこういう音は拾ってんの。あ、そうやね、そうやね。そう、踊ってる時のこの服の衣装のパサパサパサ、うんうんうん、みたいなのは拾ってんのよ。マリオネット感あるよ、ここ。ここね、もう一回見ようか。ほんまやな。みんなの表情もさ、まばたきしないとかさ、なんかさ、巻き戻してるみたいな上がり方するの。あー、そうやね。確かに瞬きしてないな、これ、うん、トイストーリーの世界。確かに行かないで感ない。なるほどな。なんか感情のない一員やったとしてな、うん、エンリコも感情を持ってこの中から外れるっていう、でもこの子らは感情出せれてないからないけど、うん、行かんといてっていう。わかるわ、言ってみる、わかる、わかる、うん、分かってくれます。バーディーズの皆さん、これずっと迷感ね。わかる。わかる。わかる。若干ずっと迷感あんねん。あるな。大好きこういう入り。マジで。なんかここもさ、寄り添ってる風でエンリコのこと見てないのが、うんうんうん、ちょっと不気味感。不気味やね。なんか若干。支えてる感じじゃないもんね。なんか止めてる感あるよ。うん。何年かぶりのLINEを読み返した。思い出やん、ちゃんと。そういうことやな。だから離れる前の LINE を読み返して、うん、それを離れた後何年後かに見てるってことだよ。そういうことやね。エモ、なんか秋が似合う曲やわ。確かに。ちょっと切ないというか、ね、この肌寒い感じね。な、寂しいというか、うん、この顔隠れてるっていうのは何だろうな。あなたのことが記憶からもなくなりそうみたいな、かもう見たくないみたいな。うん、逆になんか部屋の荒れ方もさ、確かに暴れた感あるやん。暴れ散らかしてるやん、こんなもん。確かにな。か指の怪我もそっちなのか。そうやな。エンリコを傷つけたしばくで怖っほんまに怖っ。マジで行くよ。何年後かに、はい、元彼から LINE 来ました、うん、元気してると、どういうつもりやと。あんな別れ方をしたくせに。もう DV 男の曲これ確かに。いやでもなんかこういう感じやったら、あんな別れ方っていうやったらちょっと傷つけられて終わってる恋だな。そやね、そう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 、ですよね。いい別れ方じゃないではないよね、うん。やっぱみんな感情ないよな。ないね。
だけどスルーするにはなんか気になる。やっぱそれだけ好きでしたから。やっぱ DV 男や。バディーズを代表していくか。そう、相手方に。出るとこ出るぞ。いきます。この人、ごめん。ごめんな、エンディングじゃないせんだけど、うん、この愛理ちゃん、かわいそうな。かわいいね。マジで。たまらんな。ユーズも大きいね。大きいね。ここの高低差やん。カップルやん。マジで、カップルの高低差やん、これ。もうこんなに大きい風に見えへんねんけど、大きいよな。こんだけちゃんって身長168やろ。俺、一緒やねんか。そうやねん。俺がじゃあ愛理ちゃんと並んだら、こういう風に見えるけど。そういうことやね。ありがとうございます。仮デートやね。仮のデート、ありがとうございます。バディズにやられんねん。いきます。もしもの、もしで入れる量じゃない。そうやな。3文字に入ってる量もしもじゃないのよ、これ。すごいぞ、この振り付け。これ、まあ、そのダンプラじゃないから分かんないですけど、もしも、でん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 で全部繋がってんのが、めちゃめちゃ優しい雰囲気に拍車かけてますね、これ。みんな指切らしてんな。の山下しずきちゃんのあのツインテールも最高に可愛いです。可愛いね。これここの歌詞やね。もしも君が一人困ってるならさすがにな、あんだけのことされたけど、うん、僕も手伸ばすってっていう感じやん。これでも男側や。まあそうやな。さっきまでは多分女の子側や。いや女の子でも僕っていう表現あると思うね。まあそれはね。あんま私っていう表現ないね。ああなるほどな。そうやね。そうやね。ここがちょっと難しいところがある。難しい。だから二人パターンなのか。ああそういうこと。ここで切り替わって男側からの。ああなるほど。あのカラオケで見たらあのピンク文字青文字みたいな。そう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 。男側にしてんのかこれが。さすがにっていうぐらいやから、あんな別れ方してしまったけれどもさすがに声をかけてしまうよって、辛い状況をしてしまったら自分勝手やな、その男。ほんまに俺ら今架空の男にキレてるから、ね、そうそうそう。ずっとここなんかこのもう覚悟決まったみたいな表現見えるよね、うん、エンリコちゃんの、うん、何か捨てたようなスカートやパッてこうな。どんな内容やったか気になるな。だここであーチキン肌やばい。今俺ら多分同じこと思ってると思うけど、うん、ここで返すのが、連絡を返すのが、手を差し伸べるのがこの人にとって本質的な優しさになるのっていうことですか。うん、内容的にはまあ例えばエニクちゃん困ってます、でその元彼がこの困ってる状況を知ってます、で何か声をかけてあげようと思って LINE したけどどうでもいい内容だから、ほんま助けてあげたい、うん、けど最近どうなんみたいなノリの内容やったらもう返信せんでいいやんっていう。そうやな。だからそこの、まあ、男側の優しさに気づけてるかどうか、はい、その本質的なこと。なるほどな。っていうのかな。これはさ、どういう恋愛をしてきたかによってこの曲の受け取り方が変わってくるよな。ああなるほどね。うん、なんかそんな感じはする。うん、間違いなく元彼の曲やん。そうやね。元カノの曲やん、うん、だ元カップルの曲やん。そうやね。これはこれ難しい歌詞やな、ね、この過去でも未来でも君らしさを人ごとと思えない、うん、なんかこう違和感のある日本語というか。そうやね。君らしさを、君らしさを人ごとと思えない、だ自分ごとのようにあなたのことも感じてしまうっていうことな。まあそうよな。いまだに、うん、だから好きな人っていうかは多分大切な人になってるよな。ああなるほど、ね、だ思い出に恋してしまうっていうのあるやん。あるね。いつまでもさ、うん、好きではないねんけどその思い出がもうなんか輝きすぎてて美化されてるな。そうみたいなところはあるんじゃない。けどひどい別れ方してないんだよ。そうやで。絶対そういう時は友達の声を信じろよ。うそやで。ほんまそうや。マジで僕にできることならやると。あーこれだからずっとさ男女男女みたいな感じやな。あーやっぱラリーな。ラリーやなこの歌は。まだ愛は続いてるって言っちゃってるしな。ちょっとチキスタやわ、うん、戻れあかん戻ったあかん。
なんか男としていいとこ見せなあかん。そうそう、それはただの優しさなのかプライドなのか。でもな、どっちとも取れる。やっぱそういう変な優しさが相手を傷つけてしまうこともあるし、期待させてしまうというか、うん、そうやね。それはもしかしたら浅はかなプライドなのかもしれん。だからその本質的な部分は何やっていう話だ。楽しいわ今俺は。めちゃくちゃ楽しいわ。まだ1分半やからな。なんかめちゃめちゃ楽しい、ほんまに。続いているっていう確定の言葉言えんのは、うん、やっぱ好きやな、うんうんうん、まだ続いているかもしれないみたいな感じやったらさ、うんうん、思い出に恋してる感じやけど、ね、生きてるもんね。そう、離れていた時間も続いてる。でも踏み絵やね。踏み絵ってまあ言ったら良くないやん。そうや、ね、キリスト教徒かどうかを確かめる儀式なわけですよ、うん、踏み絵っていうのはキリストの絵を踏まして、うん、キリスト教の人は踏めへんから、うんうん、そいつらはもう迫害するみたいな感じやん、踏み絵って。そこの、じゃあ例えば傷つけられた過去もう無視して好きでいる自分のことを肯定したいっていうことなんかな、これは。むずいね。だ、離れていた時間っていうのは直訳すると別れてた時間みたいな。そう、そう、別れてた時間。でも別れてた時間も愛してるねん。俺な、まだ愛は続いているで完結してると思ってた。あー、なるほどね。今リオスケったらまだ愛は続いている、この離れた時間も、離れてた時間も、うん、このどっちの踏み絵なの。むずいな。これもしさ、止めてる友達とかみたいに見えてたらすごいよ、このメンバーが戻ったらダメだよみたいな、なんかでもあなた戻るんでしょみたいな表情にも見えるよね。これ踏み絵っていうのはさ、うん、例えばまあさっきのキリストの話だったら、キリストの側の人はさ、はい、踏みたくても踏めへんわ。踏みたくないんよ。そう、だ、踏んじゃったら私はキリスト教じゃないですよって言ってるってことやろ。そう、だから離れてた時間もないものにしたいけどできない。はいはいはい、はい、分かりますよ。崩したくない記憶として持ってしまってる。だから別れてしまってた時期が、でもとりあえずその踏み絵は元彼か元彼、うんうん、好きなのか好きじゃないのかどっちやって言われて踏まされるか踏まされへんかみたいな感じじゃないの。これ、あーなるほど。そう、好きなら踏めへんねん、その人のこと。そう、ね、そう、好きじゃないやったら踏めんねんけど、うんうん、だそれすらも踏み絵に好きかどうかみたいな感じやと思うんですけれども、バディーズの皆さんはついてこれてますか、僕たち。これ面白い、ね、これ面白い構成やね、これめっちゃ。だからさ、この曲になパフォーマンスビデオみたいなのないのがもったいないよね、うんうんうん、マジで。なんか振り付け手話っぽいよな全部。うん、だこういうのあったりな、うんうん、面白いわこの階段で踊る構成って言ってんねんな。ここで過去の自分と今の自分が対話してるというか、うん、甘く苦い痛みを抱えて傷つけられたことってことじゃん。どう思うこれ。いつか忘れているふりをするやから、いつしか忘れているふりをする。だからさっき最初に俺が言ったやつや、見なあかんものを見ないっていう選択をしてる人だよ。なんかこういう時の村井優ちゃんめちゃくちゃマリオネットやな。マリオネットうまいな、ほんまにめちゃくちゃうまいよマリオネット。うん、恋のかさぶたを、めっちゃいい言葉やな。んか恋のかさぶたを無意識に触るっていう歌詞をかける秋元さんの恋愛の歴史を知りたい、うん、俺は。確かにこの言葉チョイスえぐいな。どんな恋愛をしてきたんやと。恋のかさぶたってめっちゃやな。なこれ傷やもんな。うん、しかも治り出してみたいな感じや。そう、ちょっと痒くなるぐらい。なあの頃ここよ、こっからよ。だから自分と次付き合った人と別れたの聞いたでみたいな。あの頃の彼と別れたと聞いた過去。ここはむずいぞ、ここ。なんかタイムリープしてる。だ、近子が凌介と別れました。俺が他の男と付き合いました。その人とも別れました。自分と付き合ってた後の人と付き合って、もう一回な、うん、でその人と別れたっていうのを聞いた、うん、みたいな感じじゃんこれ。だから心配してる状態ってこと。そうそうそう、元彼が心配してるみたいな、うん、
あかり入る前のエンリコちゃんのこのちょっと乙女感がめちゃめちゃツボ、うんうん、助けてあげたいっていう、もうだってもうだこうなってるってことだろ、もうそう部屋の隅っこでいじけてるってことやろ、めちゃめちゃ分かりやすく、うん、助けてあげたくなる、でも助けてないなこれ、なるようやから、めっちゃ多分それ葛藤してるのよな、うんうんうん、だってもともと好きやった人やん、そうやねってことや、うん、これむず、あーみんないい恋愛しよう。ほんまにむずいこれ。なんかさ、わからへんで、うん、なんかよくある名言でさ、ほんまに好きな人とは結婚できひんとか、ああいうね、なんか愛した人と結婚する人は違うみたいな、ほうほうほう、こうなんかここの前の歌詞がさ、目の前の誰かだけを見てることか、うん、それは今の彼氏みたいな、そうやな、そう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 、ここにいない、いいひん、いつまでもそいつだってこう思う人もいるみたいな、うん、むず、そんな離れていても、そんなその人には失礼だけどな、今の人にとっては、うん、まあそらね、なあ、うん、でもやっぱ人生って綺麗事だけで生きていけへんから、誰しもがグレーゾーン持ってるわけですよ、人に言えへんような、なあるでしょみんなも急にそういうことを秋元さんは本質的に見抜いてんじゃん、人にはそういう部分があるみたいな、まあ、シンプルに目の前の人かずっと思い続けてる人か、うん、見守ってんの、それは良くないな、あの一歩間違えたらストーカーですからね、まあ、だいぶ問題やね、まあでもこう心のねつながりみたいなことでしょうね、うん、ここは普通にねずっと見守るよ、やっぱもうこの人とは実らへんって分かってるみたいな、うん、うん、そんなことより LINE 何が届いたの、ここで、え、何何が届いた、何とは言わへん、でも連絡ちゃう、とりあえずこれが可愛すぎるよマジでエンリコちゃんの何が届いた、そんなことより、何が届いたん、やっぱ7じゃ LINE か、その連絡やけどな、そうやな、うん、結構重い歌やな、ああ、何があっても未来でも過去でも未来でも君らしさを一言と思えないんだ、やっぱスカッとつか重いな、うん、それは浅はかな、いやすごいねこれね、うん、なんかそのスカート自体もさ、ふわって上に上げるタイプじゃない、前言い方やね、下目でな、うん、割とおしとやかというか、ターンとかした時ほんま綺麗やもんな、うん、めっちゃ綺麗、続いてんねん、いやーこれめっちゃむずいわ、そういう関係ではないけど、うん、心の根っこではお互いはつながっているみたいな、うんうんうん、離れていた時間ってことは戻ってるよな、めっちゃむずくてチキスタ立ってるわ、むずくてチキスタ立ってる、そこやね、思い出の写真は割れてましたけどね、踏み絵として踏んでる、うん、踏まれてる感じもするよな、そうやね、これさっきのやつやん、これ、はい、男性は絶妙な、いや男っぽいけどな、ちょっと、いやマジでこれずっと真横あるわ、ほんまに、うんうん、だからここでやっとな迷いがない笑みになったような気もするな、最後しかもその光が顔に当たってんのよ、このターンして出た後、ほら、うーん、ちょっと出口感あるよ、ね、そう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 、なんか
一筋の光みたいな。チキン肌は。ええー。答えが見えへんのが桜坂の良さでもあんねんけど、答えを知りたくなるのが人の差がなんですよ。これが。本質的な答えを知りたい。めちゃくちゃむずいけど、むちゃくちゃ楽しいな。せやな、もうほぼ歌詞読んでただけやで俺ら。桜坂46のやっぱいい部分ね、リアクションのいい部分は、うん、みんなと考えれるっていうところやな。そやな、そのバディーズのみんなと、ああでもないこうでもない、うん、俺はこう思う、私はこう思う、うん、でもまあ否定はないのよ。それみんなそれぞれさ、人生があるから、なんかその人にとって、いろんな人にとっての人生で聞いていいよっていうか、捉えてくれていいよみたいな、この桜坂からの優しさみたいなのもあるけどな。むずいなぁ。いや、とりあえず一旦そうしますね。そうしましょう。はい、はい、桜坂46、本質的なこと総じてサイ&コーなんアンド回でございます。何回ですね。何回でして、本当にマジで。一回閉じましょう。チカログ。ということでね、大きい枠組みで話せば愛の歌です。そうやね。恋愛というか、ちょっとやっぱこう、いろいろ複雑な恋愛というか。まあ、元カレ元カノのカップル話やん。もしかしたらもう不倫みたいな、そうどっちか言ったらな、ぐらいまでいかん、そういう感じもなきにしもあらずだと思うんですけど、これさ、難しいのがさ、恋愛ってな、人間の本能には今の結婚制度とかは合ってないんですよ。男は餌を取ってきて自分の家族を守ったり、自分の子孫を繁栄させるためにいたんですよ。女性はそれを無事に大きくして成長させるためにっていう遺伝子がもうすでにあるから、はい、なんかさ、難しいよな。こう、人を好きになるってコントロールできるわけよ。まあ、感情やからな。それをコントロールするのが大人であり、律、はい、した人間と思うんですよね。ただなんか、その理屈じゃコントロールできひんような愛情について歌ってる歌なんかなっていうのは思いましたけどね。私も分かってるねんけどっていうね。そう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 、あかんとか、論理的には分かってんねんけど、助けたいっていう気持ちもほんまの気持ちやし、うん、でも助けたらあかん、助けないのがこの人にとっての優しさみたいなのも分かってるんです、うん、みたいな、割とこう大人ななんか恋愛な。服装変わったりとかっていうのはね、ここを取るみたいな、なんかバブミーがなくなるやん、うん、そっから急に大人になる、そうみたいな世界観はちょっと何かしらこう表現してあるところではあるとは思う、うん、結構今回はコアな層に刺さる歌やったらマジやな。うん、なんか割と恋愛っていうのは分かるけど、うん、タイトルの割に本質的なこと見えへんみたいな、うん、っていうふうに思われるバディーズの皆さんもいると思うんだけど、うん、これをさ一緒に解くのが、そうそうそう、チカログの、まあ、良さでもあり、うん、なんかこうスルメ動画なところでもあると思うんだよな、まあ、なんか優しさとはなんだ、愛情とはなんだっていうさ、本質的なことっていうのは、例えば親からの愛もそうやし、それが親の自己満なのか、うん、その子を本当に思った行動なのか、はい、っていうのもその相違があるわけやん。そうやな、わかる。だから結局は結構どこにでも刺さる話ではあると思うね、置き換えれば。そうやね、うん、確かに。なんかやっぱりそのリアクション動画では珍しく、最終着地地点が割と真面目な話になっているんですけれども、やっぱりこう愛とエゴが一緒にならないように、日々の生活、日々の人間性を磨き続けたいでして、気をつけようでして、てな感じで、僕たちの動画が楽しかったなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録と拡散のほどよろしくお願いします。そして僕たちの個人 SNS も概要欄にリンク貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローよろしくお願いします。お願いします。てな感じで今回はこれで終わります。せーの、バイバーイ。いやー、これはでもさ、そういうこう人生において忘れられへんような人みたいなんているよねっていう曲なんだな。なんかでもこれ助けようとしてるからな、割と連絡取れてるもんな。別に終わっ
って終わりじゃなくていい関係やん。うん、いや、やっぱな、何かこう落ち目のあるというか負い目のある恋愛っていうのは最終着地しないっすよ。うん、うん、なんでぜひエンディゴちゃんにはもうそうなってほしくないなと。マジでね、はい、こういう曲の初センターをエンディゴちゃんに任されたっていう意味も知りたいよな、うん、確かに。なんで秋元さんがこの曲をエンディゴちゃんにセンターやらせたいの。せやな、この曲を送った意味があるな。なんかエンディゴちゃんが全く恋愛とかそういう経験がなくて、これから恋愛というものは純愛だけじゃないっていう、うん、なんかそういう大人への第一歩を教えるための曲でもあるかなっていう。あー、なるほど。まあ今後恋愛曲を歌う中で知っとかなあかんことではあるからね。そう、こうアイドルとしての歴よりも人間として生きる年数の方が長いやん。うん、それで秋元さんぐらいの経験がある人のからの人生の哲学みたいなところを感じてしまう俺らはガチのバディーズ。恋のかさぶたエグいな。恋のかさぶたのパワーワードエグいな、エグいな、ほんまにマジで。まあでもやっぱね、大事な時期にね、思春期とか、うん、ある程度の恋愛を積むというのはすごく大事じゃない。大事ですね。ドキドキワクワクだけじゃなくて、うん、切ないとか悲しいとかどうしようもないみたいなっていうのはすごい人生を豊かにしてくれますよ。人間としても変われるからね、そこで変われるし、人の痛みを知れる、うんうん、と俺は思うから。やっぱりね、あの僕らはアイドルじゃないので、はい、の恋愛もいっぱいねしてきたんですけれども、やっぱね、最終一人の人を愛せる人の方がかっこいいと思うでして。かっこいいです。